スカイウォードソード HD 効率のいいタンブルウィードの集め方を解説していきます。まずですね、ここのラネール砂漠北の鳥のモニュメントに来てください。そしてここ本来爆弾で塞がってるんですが、いや爆弾で開けないと塞がってるんですが、ここにねまず入っていきます。出ます。で歩きます。で歩いていくとどこかにタンブルウィードが発生しますので、こんな感じに、ああ取れるか、よし取れましたね。はい、 OK OK、 こんな感じでねタンブルウィードをね集めていけます。私今タンブルウィードは10個持ってますね。はい、とりあえず虫取り網をこうやって、あと古代の花もゲットして大きくして集めてみてください。悪魔メダルやねトレジャーメダルもあればもっと集められますので頑張ってみてください。以上です。お疲れ様でした。